こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。今日の料理は獅子煮込み鍋です。教えてくださるのは奈良木野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、獅子煮込み鍋、はいはい、でこちらにね、このお肉、はい、イノシシのお肉、はい、はい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 、ね、私あの生を見るの多分初めてなんですけど、うんうん、あの全然臭みがないんですね、はい、もっとなんか、はい、あの獣というか、そういった匂いがするかと思ったら、これ新鮮な証拠、はい、うちのお父さんの友達がですね、漁師してるもんですから、ちょっとお裾分けをいただきました。あ、はい、さあ今日はお味噌があるので、はいはい、あの味はお味噌で煮込みます、うんうんうん、はい、じゃあまず何からしていきましょう。だからお肉から切ります、はいはい、じゃあ早速この白い部分は脂肪、これはなコラーゲンがいっぱい入っとる皮毛なんです。そしてですね、もうこっちにあのふっとあの昆布で出汁を取ってますので、はい、アク抜きをしたいと思いますので、はい、切るカツガツ入れます、はいはい、いいですか。あの臭みを取るためにごぼうを入れるとですね、また臭みがよく取れますので、ごぼうはそぎ切りにして、うん、はいはい、アクを抜いて水にさらしたものですね、はい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 、ちょっと先に入れておきます、はい、そうするですね、何もかもアクが出るでしょうが、だから一緒にアク取りができますので、うもう適量でいいです。はい、はい、じゃあこうグツグツ美味しいエキスが、ね、はい、出ている間に、出ている間にこれお野菜を切りたいと思います。ちょっと待ってね。綺麗な白菜、これも波野の、はい、そうです。あ、もったいないと思うど私これもったいないと思うど、うん、まあしゃあねって切ってこう輪切りにね。あ、そういう風にですね、うん、そしたらね、もう一回こうね、はい、包丁を入れるともうパラパラってなるから、はい、はい、と大根、はい、大根、大根も5ミリぐらいのね、輪切りにします。はい、ほほほ、あ、本当だ、これアクが出たでしょ、これも綺麗に取ってるんです。結構出ますね、はい、アクが、はいはい、バッティンしておくとじゃがほう味が新根源ね、うんうん、椎茸は、はい、すみません、はい、はい、大体もうアクが取れましたですな。バッテンを入れると味が染み込みます、はい、はい、そうですじゃあもう大根とかも入れますか、はいはいはい、大根も入れてください。たくさん入ります。あ、なんか彩りもいいですね、この赤と、はい、大根の汁とね、もうまたネギの美味しい時期またですもんな、ね、うん、もう、はい、結構盛りだくさんですけどね、うんうん、お味噌入ります。獅子肉って言われなかったら分かんない。そうじゃん。ですです、美味しい。それはね、アク取りが上手やったけんたい。アフが薄いさん。火を止めましょうか。はい。いいと思います。出来上がり。はい。出来上がりです。今年1年間も皆さんお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。じゃあ今日は地産地消クッキングの大忘年会ということで、獅子煮込み鍋ではいただきます。うん、柔らかいし、本当にね、あの正直言うとちょっと大丈夫かなって思ってたんですよ、獅子肉って聞いた時に。全然普通のお肉と変わらないぐらい臭みもないし、スープもね、いろんな出汁が出てて美味しい、うん。